日本国憲法は戦後間もない昭和21年に制定されたものです。第二次世界大戦後、連合国によって日本が統治された時代であります。日本国の主権が大きく制限され、連合国の監修を受けて制定された憲法であり、日本国民自らの意思が反映されて作られたものではないと私は認識をいたしております。その後、昭和27年にサンフランシスコ平和条約が発効され、ようやく日本は独立を果たすことができました。そして時代は大きく変わって、日本は高度成長を経て世の中の先進国として政治、経済をリードする存在までなりました。その間、幾度となく、国内において憲法改正の議論がなされてきましたが、日本国憲法は発布されてから60数年間全く改正されたことがありませんでした。占領下にあった当時と比べ、国内ばかりではなく日本を取り巻く世界の状況も大きく変化をしております。国の根幹をなす、憲法が全く変わることがないというの状況が現在に至ったわけであります。同じ第二次世界大戦敗戦国のドイツ、イタリアと比べてみてください。ドイツは58回、イタリアは15回と憲法改正を行ってきた。時代の変化、国の置かれた状況の変化に合わせ改正が必要であるという民意のもと、両国において必要な改正がされております。私は日本の憲法も時代に合わせ国内外の変化に対応し、必要に応じて変えていかねばならないと考えております。すべてを変えるわけではありません。例えば基本的人権の尊重については明確に盛り込まなければなりません。また平和主義の基本原則は変えてはならないと考えます。改正される内容について、憲法改正の提案条件を改定する憲法96条の改定を含め、十分な議論が必要であると私は考えております。それを踏まえた上で、世界をリードする今の日本にふさわしい憲法を、日本人自らの手で改正すべきものであると考えております。